自分はこの裁判に一生がかかっている。裁判の途中から沈黙したオウム真理教の麻原彰晃、本名松本智蔵死刑囚が当初非公開の場でこう話していたことが明らかになりました。あなたたちは裁くだけかもしれないが、私にとってはこの裁判に一生がかかっている。法廷では弟子の証言にこう叫んだこともありました。こんな裁判はすぐにやめるべきだ。あなた方は必ず報いを受けるだろう。